ザットナイトショーイズ、ジェイレノ、ザットナイトショーイズ、ジェイレノ、ザットナイトショーイズ、ジェイレノは、アメリカ NBC で1992年5月25日から2009年5月29日まで、および2010年3月1日から2014年2月6日まで、放送された深夜トークバラエティ番組。1992年5月25日、ザットナイトショー3代目司会者。 ジョニー・カーソン交番3日後に4代目として法が開始された。J ・レノが司会を務め、カリフォルニア州バーバンクの NBC スタジオで収録され、月曜から金曜まで東部標準時及び太平洋標準時で23時35分から中部標準時及び山岳部標準時で22時35分から放送されていた。3代目、ジョニー・カーソンや2代目ジャック・パールの番組と違い、 ゲスト司会者は一度きりで、レノ自身がシリーズの司会を務めていた。1999年4月26日、高精サイドテレビジョン放送 1080i での放送が開始され、アメリカで夜間のトーク番組として、高精サイドテレビジョン放送された初の番組となった。なお画面アスペクト比は16、9である。CBS で同時間帯に放送されている。 デートショーウィズ、デイビッド・レターマンと人気を二分していた。オープニングや、それに続くコメディ、インタビューなど様々なコーナーは、先代からのフォーマットを受け継ぎ、その後公認の五代飯会社、コナン・オブライエンに引き継がれた。2009年5月29日、レノは番組を降板し、同年6月1日より、公認にコナン・オブライエンが就任した。2009年9月14日からレノは、 ザ・トゥ・ナイト・ショー・ウィズ、J ・レノと似たフォーマットで、同じ NBC で、東部標準時22時から、J ・レノショーをスタートした。2009年6月1日に放送開始した、ザ・トゥ・ナイト・ショー・ウィズ、コナ・オブライエンも、J ・レノショーも NBC が期待していたほど、視聴率は伸びなかった。NBC は、オブライアンの番組放送開始時間から短縮版30分の、レノの番組を放送することとし、 オブライアンの番組はその後から開始されることと決定した。2010年1月22日、この決定に反対したオブライアンは降板し、2010年11月8日より TBS で自身のトーク番組を開始した。オブライアンが降板したことで、2010年3月1日から6代目として、再び j レノの司会で放送を再開していた。そして、 ソチオリンピック開会式前日の2014年2月6日で終了することが発表され、j ーレの賞を含めた22年の歴史に幕を下ろした。2014年2月17日より、ジミー・ファロンが引き継ぎ、ザ・トゥ・ナイト賞として1972年以降初めてニューヨークから放送れる。1992年、ジョニー・カーソンはザ・トゥ・ナイト賞を降板することとなった。 ザ・トゥナイトショーの後の時間帯に放送されていた、レイトナイト・ウィズ、デイビッド・レーマンの司会者、デイビッド・レターマンが、より早い時間の、ザ・トゥナイトショーに出演を希望していただけでなく、カーソンの番組で、レノが、ゲスト司会者を数年務めていたにもかかわら多くの、人々からもレターマンが、ザ・トゥナイトショーを引き継ぐのが自然だと考えられていた。1992年5月22日、公認に、 j l ノが就任した。レターマンは NBC を離れ、CBS で、レートナイトウィズ、デイビッド・レターマンより早い時間で、ザ・トゥ・ナイト・ショーと同じ時間帯の、レート・ショー・ウィズ・デイビッド・レターマンに出演する決心を、した。レターマンが去った後、コナン・オブライアンが、レート・ナイト・ウィズ・コナン・オブライアンに出演することになった。カーソン自身も以前から、レターマンを気に入っており、 レノのザ・トゥナイト賞最終年にライバル番組である CBS のレートショーウィズ・デイビッド・レターマンにカーソが出演した際、レノについて全く言及せずに通常通りの放送が行われた。2004年9月27日、ザ・トゥナイト賞は50周年を迎え、NBC は2009年に J ・レノの公認にコナン・オブライアンが就任することを発表した。レノは カーソン交番時に自身が経験したような交代劇を繰り返したくはないと語った。2008年7月21日、ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジェイ・レノの最終回が2009年5月29日、金曜日になり、コナン・オブライアンとジェームス・テイラーがゲスト出演することが発表され、最終回翌週の2009年6月1日月曜日から、コナン・オブライアンの番組が開始した。 2008年12月9日、2009年9月より、東部標準時で22時から j レのーが放送されることが発表された。2010年2月9日、j レのーは、短命で終わった。2010年1月7日、複数のメディアが2010年3月1日から、j レの章が、東部標準時及び、太平洋標準時の平日22時から23時35分に、 ザトゥナイトショーウィズコナン・オブイアンが23時35分から24時5分に変更されると報じた。2010年1月12日、オブライアンは NBC が停止調律を理由に j レノショーを23時35分にザトゥナイトショーを24時5分に移動するのであれば自分は NBC を離れると公式に声明を出した。数日間に及ぶ交渉の後、 2010年1月22日でザ・トゥ・ナイト・ショー・イズ・コナン・オブライアンを終了し、オブライアンは NBC を離れることで合意した。2010年1月21日、NBC は J ・レノがザ・トゥ・ナイト・ショーに復帰することを発表した。J ・レノにとって2回目のザ・トゥ・ナイト・ショー・イズ・ J ・レノがバンクー・オリンピック後の2010年3月1日より放送開始された。番組は j レノショーと同じバーバンクのステージ11で収録され j レノショーと似たセット及びテーマ曲が用されている。2010年4月12日バンドリーダーであるケビン・ユーバンクスは j レノと共に18年間出演したザ・トゥナイトショーを5月28日で降板することを発表した。公認にはアメリカンアイドル元音楽監督リッキー・マイナーが就任した。 マイナーは就任後新しいメインテーマを作曲した。2010年7月1日、バラエティ氏は j l レノ復帰後のザ・トゥ・ナイト・ショーが1992年以降最低の視聴率であることを報じた。2010年9月までザ・トゥ・ナイト・ショー・ウィズ・ j l レノはザ・トゥ・ナイト・ショー・ウィズ・コナン・オブライアンよりも視聴率が下がってしまった。NBC の視聴率専門家のトム・ビア・バームは司会者が 時代にあっておらず、オブライアントレノとの交代劇が影響しているとし、視聴率低下は全く驚くべきことではないと語った。2010年10月、レノが復帰して初めて、裏番組のデイビッド・レター・マンが視聴率で追い抜いた。2011年5月までに、レノのザ・トゥナイトショーは視聴率で巻き返し、以降持続している。しかしながら2012年8月まで、 ロサンゼルスタイムズ紙は、ザ・トゥ・ナイト・ショーはいくつかの問題を抱えており、その最大のものは NBC の経済危機であると報じた。レノは給料の減額を申し出たが、少なくとも24名のスタッフが解雇された。2013年3月、レノの現在の契約が切れる2014年に、オブライアンの公認で、レートナイト・ウィズ、ジミー・ハローの司会のジミー・ハロンが、レノの公認となり、 40年ぶりにニューヨークで収録されるようになるのではないかとの噂が浮上した。2013年5月13日、NBC は正式にファロンがデノの公認となり、セスマイヤーズがファロンの公認となることを発表した。2014年2月6日、ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ J ・ェノの最終回が放送された。NBC との契約により、 スタッフは2014年9月まで給料が支払われることになった。2月7日に NBC で放送されるソチオリンピック開会式の前日に番組が終了した。2月17日よりジミー・ファロンによるザ・トゥ・ナイト・ショーが放送開始される。1992年から1995年、ブランフォード・マルサリスがバンドリーダーを務めていたが、 番組での自分の役割に不満を持ち交板した。マルサリスのバンドのギター奏者であったケビン・ユーバンクスが次期バンドリーダーとなりザ・トゥ・ナイト・ショー及び J ・レノショーに出演していたが2010年に個人的理由により交板した。アメリカンアイドルの元音楽監督であるリッキー・マイナーがユーバンクスの公認に就任した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。